ナナミちゃんの手料理か。手料理って言っても普通のカレーだよ。でも美味しいんですよね。ほら、先輩もこう言ってる。それに私もカレー好きだし。期待を裏切らないように頑張ります。相変わらず熱々ですな。食べさせてもらえるのはとっても嬉しくてありがたいんだけど。本当にいいんですか？私たちの分まで作ってもらって。それだけの量を作るのは大変じゃないか。無理はしなくてもいいんだぞ。平気です。これぐらいなら鍋も一つで済みますし、多めに作る方が味も良くなりますし、手間はそれほど変わりませんよ。それに家で作っていた時も家族3人2日3日は食べられる量も作ってましたから、そっちの方は慣れてます。そうか、そういうことなら。お言葉に甘えさせてもらいますね。はい。何か手伝えることはある？作るのは慣れてても一人だと買い物が大変じゃない？買い物にはサトルくんが付き合ってくれるので大丈夫です。お、なるほど。お姉さんやぶなことを言ったね。それならここは二人に任せましょうか。そうだね。それじゃあ材料費はお姉さんが持つよ。気にしないでください。そもそもお兄ちゃんが作ってほしいって言ったんですから。だとしても分けてもらう以上それぐらいはね。それぐらいした方が遠慮なく食べられるから。だったら割り勘の方が私たちとしても助かるんですが。それはほら年上だから。まあ言い出した私の顔を立ててね。なら手伝えることがあれば言ってくれ。私も何か手伝わせてもらう方が美味しく食べられると思います。ありがとうございます。それならよろしくお願いします。